マフムード・ジブリール、1952年5月28日から2020年4月5日は、リビアの政治家。2011年リビア内戦において、カッツァーフィ政権と戦ったリビア国民評議会では、執行委員会委員長、国際担当責任者を務め、それぞれ暫定政府の首相、外務大臣に相当する。国民勢力連合党首を務めた。 1975年カイロ大学を卒業した。同大学では政治学と経済学を収めた。その後、アメリカピッツバーグ大学に留学し、1980年政治学で修士号を1985年に政治学博士号をそれぞれ取得している。ジブリールはその後、数年間にわたってピッツバーグ大学で教壇に立ち、戦略的計画。 政策意思決定に関して10冊の著作を表した。その中には、アメリカの対リビア政策イメージとイデオロギー1969年から1982年がある。ジブリールはアラブ研究チームを体系化し指導した。1987年と1988年の両年には最初のアラブ世界研究大会を開催し、大会の運営に当たった。また、 バーレーン、エジプト、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、サウジアラビア、チュニジア、アラブ首長国連邦のアラブ諸国、トルコとイギリスで上級管理者のための教育プログラムを管理、運営した。2007年から2011年初旬まで、カダフィ政権の下で国家経済開発委員会議長を務め、リビア経済の自由化と民営化を推進した。 2011年5月28日リビア内戦で反カダフィ勢力によってリビア国民評議会が組織されるとカダフィ政権から離反し国民評議会に参加した。2011年3月23日暫定内閣として同評議会内に執行委員会が設置されると委員長に選出され事実上の暫定首相に就任した。暫定首相としてニコラ・サルコジ フランス大統領と会談し、リビア国民評議会をリビアを代表する唯一の政党政府に承認させるよう交渉し、成功した。またウィリアム・ヘーグ・英外相やジーン・クレッツ・チュー・リビア、米国大使と会談し、交渉の結果、米両国の国民評議会に対する公式指示で一致した。国民評議会執行委員長に就任してからのジブリールは対外的には公式に、 暫定首相、執行委員会委員長と国民評議会のホームページによって発表されている。また、国民評議会内では最上級の外交官として非公式な職名ではあるが、アルジャジーラ英語版は国民評議会の参謀総長と報道した。国際社会からの国民評議会の承認が広がる中で7月28日に、 国民評議会の軍司令官が暗殺され、カダフィ側によるものとも内部対立によるものとも言われた。その後は評議会内部の対立による可能性が強まり、この事件を受け8月8日には内閣を総辞職させ、閣僚の入れ替えを余儀なくされた。9月18日には暫定政権を発足させると見られていたが難航し、9月中の発足を目指していたが、 9月29日に当面、延期すると表明、また自身の新政権への参加も否定した。過去に、カダフィ政権において、要職を務めたジブリイールに反発する声があり、このことが自らを首相とする、暫定政権の発足を困難とさせてきたとされる。10月23日に、暫定首相を辞任。2012年2月国民勢力連合を設立。2012年9月12日、 国民議会における首相選出選挙で、ムスタファー・アブーシャーグールに96対94の僅差で敗れ首相の座を逃した。なお、そのアブーシャーグールも期限内の組閣に失敗し10月7日に首相を解任されている。国民勢力連合はその後に暫定首相に就任したアリーゼーダ2013年からは外国に拠点を移した。 2020年3月21日に心停止のため、エジプトのカイロにあるガンズ売リ専門病院に入院。3日後に新型コロナウイルス検査で陽性となり、4月5日に死去。ありがとうございます。